噂の不思議なコンビは誰だ、早く止めて力の爪、小さな女の子とデートは悪と戦う正義の味方、ハムスター、ハムスターと増えてるさ、体にできないことはない、ハムスター、ハムスターと増えてるさ、おまけにケビンもいるよ。まだまだ続くよ、ハムスターとグレーテル、ディズニーチャンネル。よく聞いて、ハムスターとグレーテルの新エピソードは、そいつはどうなったんだ、ディズニーチャンネルで続々登場予定。最高に素晴らしい作品だな、お楽しみに。みんないいことね、それじゃあ明暗だ。6月1日土曜日はゴースト&モリーの新エピソードを4話一挙に見られる特別放送。ビビーの劇が中止になっちゃうかも。俺なんかゴースト審議会にストライキされてんだぞ。2人がピンチに、助け合おうよ、体を入れ替え問題解決。お楽しみに突入で、びっくり新作ウィークエンドゴースト&モリー、6月1日土曜日夕方5時から2時間、ディズニーチャンネルムービー順番時。そのゲームを始めれば、なんと僕の髪はリアルなゲームの世界へ。やだ、パス。さあ力を合わせてゲームの世界から脱出せよ。僕強烈なパンチ持ってると思う。ジュマンジウェルカムトゥジャングル、6月1日土曜日夜7時。今日は冒険って気分だな。お気楽な鶏アーチボルド、彼の毎日は意外と結構はちゃめちゃ大騒ぎ。今のもう一回やって。あちゃ、アーチボルドの大冒険、月曜日から金曜日朝7時、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、ハムスターとグレーテル、ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、ハムスターとグレーテル、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。でっかくてイカした青い野郎が今帰ったぜ。ジーニーが帰ってきた。新しい国務大臣じゃ。僕が本当に、わあ、全てが順調のはずだったが、目に合わせた奴に思う存分復讐をしてやるぞ。アラジン、助けてくれ。あなたの目的はアグランパーの支配だったのね。迫り来るジャファーの罠。お前を逮捕する。容疑は国王陛下殺害だ。まさか僕が。アグラバーの運命はアラジンの手に。ドブネズミめ。ジャファー。ジャファーだ。アラジン、ジャファーの逆襲。6月2日日曜日夜10時、ディズニーチャンネルムービー。こんにちは、私はベイマックス。あのベイマックスが帰ってきた。今度の冒険はベイマックスダンスモードだ。ノリノリのロボットがダンス、はちゃめちゃ。間違っているようです。そしてプニプニ。楽しいですか。あっと熱いです。こんな調子で世界は守れるの。私が止めます。ベイマックスザ・シリーズ、月曜日から金曜日夕方4時、ディズニーチャンネル。大草原の田舎から大都会ビッグシティにやってきたグリーン一家。行こう。危なかった。慣れない暮らしはいつでもびっくり大ピンチ。でもなんたってグリーン一家だ。いつでもノリノリ大暴走。ビッグシティグリーン、月曜日から金曜日夕方5時30分、ディズニーチャンネル。イエーイ。子犬の姉妹ブルーイとビンゴ。二人は何でも楽しい遊びに変えてしまう天才。自由に飛んでけ。パパにいたずらもしちゃうよ。まあ立派なおひげをお持ちですこと。今よビンゴ。ブルーイ、月曜日から金曜日朝8時30分、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、ハムスターとグレーテル、ディズニーチャンネル。
モーボール刑事、パトカー4台とヘリ2機と橋を破壊したな。